本作は、真夏の海を舞台にしたオリジナル脚本による男女8人の恋愛群像劇。海辺で育った女子たちと一流大学卒の男子たちが、学歴も環境も異なりながらも、互いに自分らしく、人生に、そして恋に前向きに生きていく姿をハートウォーミングに描く。夏美とケントは、デートで江ノ島水族館を訪れる。ケントは、夏美の大好きな場所に、二人で来られて嬉しい、と喜んだ。 水族館の後、ケントは夏美を別荘に誘った。本棚には夏美のために用意したたくさんの漫画が並んでいた。約束を覚えていたケントに笑顔を見せる夏美。そこでケントは、夏美に一輪のひまわりを手渡し、俺と付き合ってください。これからも夏美と一緒にいたい、と交際を申し込む。お互いの気持ちを確認し合う、二人。東京に戻ったケントは、 父親でもある水島建設社長の総一、小市万太郎から呼び出される。さつき、山崎広奈も一緒だった。宗一は、ケントのチームにさつきが加わり、成果が上がっていることを喜んでいた。そこで宗一は、ケントにそろそろ身を固めたらどうかと切り出し、さつきが相手なら安心だと言い出す。ケントは、そんな総一に、将来を考えている相手がいるから紹介したい、と返す。 一方、愛理、吉川愛は、自分から言い出したこととはいえ、周、萩原俊久から連絡が来なくなったことを気にしていた。